ちは後で壊れても、後で壊れる可能性もあるよね、道具なんだからっていうのをお互い理解してもらって、だけどどうにかすれば動くようにやるよっていう、そういう感じだから、半ばお互いのパーソナリティを理解をしていればやれることです。知らない人相手、でも同じクオリティとか、後で何か言われても裏が取れてるような仕事をしようと思ったら、まあやっぱりできることもできなくなっちゃうと思います。何でもかんでもやれるわけではないので、まあ半ばあるものでっていう感じなんですけど、ただ本当はこうあるべきだとか、あれのあの車体の理想の形はこうだよねとか、そういうイメージはまあ他の人よりはあるのかなと。だからああいうワイヤーとか自然に出してくるし、金属の表面の仕上げが磨きなのか塗装なのかでイメージがガラッと変わるっていうことも一応気持ちの中では理解している。でそれがべらぼうに予算つぎ込んでもよければ、なんかもっときらびやかなものを持ってきたりするかもしれないですけど、そこはそこまではユーザー求めてないよっていうのもあると思うので、その自転車は湯水のようにお金を注ぐ道具ではないですから、もう自転車の正義は2つの車輪が動いて自力で動こうとする意思がある人のサポートになってればいい